金津創作の森の中に点在するアート作品を、まるで森を実際に探検しながら見るように、解説を交えながらご紹介するコーナーです。今回ご紹介するのは、ガラス工房の横にある竹林の中にひっそりと置かれた青木の絵さんの玉鋼3です。風の吹き抜ける軽やかな鉄の彫刻を作り続ける金属彫刻家、青木の絵さん。従来の塊で見せるずっしりとした存在感のある彫刻らしさよりも、鉄でありながら円形のライン状に細いパーツで切り出し、動きを持って組み合わせることで風景や空間と融合するかのような彼女らしい独特な感性を鉄で表現しています。作家にとって鉄は木や石という彫刻の素材よりもとても自由で、紙をハサミで切るぐらい好きなところで簡単に切れ、糊でペタッと貼るみたいにつけたいところで簡単に溶接できるというのです。一般的には重たく硬いイメージのある鉄ですが、自由な発想力で縦横無尽に空間内に造形できるのは、作家ならではの鉄に対する優しい認識に理由があるのかもしれません。作家が制作する上で重要なポイントは、鉄板からパーツを切り出す際、切断するのではなく、あえてバーナーを使って溶かして切る溶断という方法を使います。これは熱によって溶かしながら切ることで、切断面はまるでマグマのようにドロドロと溶けた表面を備えています。考えてみれば、鉄という素材ももともとは自然界にある金属です。エッジの効いたシャープな断面ではなく、人工的に生成された鉄という金属を氷のように溶かして自然界に戻そうとする意図があるように思えます。作品タイトルの玉鋼は、日本の古式製鉄法であるたたら製鉄の一つの方法で、精錬された鋼のうち良質なものに対してつけられる呼び名です。実は創作の森のある金津という地名も、鉄を積み出す川港という意味があり、歴史的にもこの地で古代の製鉄炉跡が発見されているほど鉄と深い関わりがある町なのです。作品が製鉄という歴史ある地に設置され、森の中にひっそりと眠る鉄の結晶のように考えれば、円形が組み合わされた作品の形も本来は見えない鉄の分子構造のようにも思えてきます。彫刻としての塊や重量感から解放された青木の絵の彫刻は、円形にくり抜かれた鉄板が空洞化することによって、視覚的に遮ることなく周りの風景と美しく溶け込んでいるのです。